これね、最近ね、すごいね、入るの。僕がね、北海道にいる時からね、これ、ずーっとね、こういうの毎日入ってくるね。なんか、僕が、荷物、なんか、発送して、誰かに、よくわからんけど、んで、なんか、不在のためにって言ってね。だけど、これ、普通の、ね、例えば、黒猫さんやら、なんやらって言ってね、佐川さんとか、こんなことやらんもんね、絶対に。ね。これね、ストーカーだね。こんな電話番号いっぱい入ってきてね。当然僕は、何も注文してないしね。で、一回、ね、通話で喋ったらね、そしたらなんか若い男が出てきてね、納得したけどね。これね、まあこれすごいな。着信履歴。で、違う電話番号使ってるね、これ。ね、何台携帯使ってんのかね、これ。ね。まあこういうね、ストーカー行為をね、やってくるね、虫けらゴミくずいかね、あ、そういう人言うとね、なんか削除されるね、あの YouTube で。まあ存在価値マイナスのね、こんなことにエネルギー使ってね、ね、労力使ってね、ずーってこれね、入ってるでしょう。これ北海道のね、いる時からね、これずーっと入ってる。まあ僕はね、あんまり仕事以外で人とやりとりしないもんでね、メッセージなんか。あまりっていうか、ほとんどか。で、これ、こういうのね。まあ、これ犯罪だね。ここまで来るとね。まあ、最近こういうのが入っています。ちょっと、ね。まあ、そうかの道民かね。ね、チュンチョン公安かね。サイレン中よ。まあ、焦って暴力を強めたりね、こういうことやってね。ね、だけどこれが墓穴を掘るでね、かえって墓穴をね、早めるっていうね、墓穴に入る。まあ墓もねえか、こんな奴らは。墓にも入れんで死んでくような連中だ、こんなことやっとる奴らは。まあ、くったらん連中よね。こじき負け犬、ね。負け犬以下がやっとるもんで、まあ、ね、負け犬以下だからね。まあそういうことです。こういうの、アマゾンなんかもね、こんなアマゾンがこんなん入れるわけないもんね。こんなにメッセージね、これ。あ、これ時間は。仕事の人がちょっと入っとるでいかん。まあいいや、ちょっと。まあ今の名字の人はちょっと仕事のね、あれなんで。まあこんな感じです。ずらーっと。こういうのが続いています。ずら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 と。ね、9月。これずっとから。というか、北海道にいるときからこれ入ってます。ずらーっと。すごい嫌がらせでしょ、これ。これは運送業者がこんなことやるわけないもんね。アマゾンもこんなんやらんもんね。すごいでしょ。まあこれ犯罪の記録として今ちょっと、ずらーっと。これね。まあこういうのをね。まあ警察にね、突き出せばいいと思ったらね、そう単純じゃないね。警察官もね、この前、目に電磁波暴力ね、ピピピピピピっていうのね、目をピピピピピってね、あんなん絶対に自分ね、あんなん電磁波ってわかるのにね、あれをね、動画で撮って見せに行ったらね、間抜けな、なんか豊川署の警察官が、僕もできるよ、なんて言ってね、
できね、これやって、見せたらね、できん、全然でき、目ね、ピクピクもできんじゃん。できるよね、っていうね。マヌケイカンとかいうやつか。どうかでしょうな。安倍だったかよな。あんなもんストーカー入っとるとかな。わかるわ、あんなんな。だってあの動画見せて、ピピピピピピってね、まぶたがね、なっとるのに、あの動画見てもね、僕もできるよ、つってね。で、見せたらできてないもんね。まあいいやん、なんとでも。ストーカーに入っとるのがバレた警察官もね、葬り去られるで。まあ、こんな感じです。まあ、これくらいにしとくか。長いな。以上です。犯罪の記録。これ。ストーカーの。アマゾンもこんなんね。アマゾンがこんなことやるわけないもんね。これね、すごいね。以上です。